今日の夜やるってさ。肝試し？うん。何それ？ではいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。私は試しに砂糖水を作ってみることにした。苦労して出来上がった砂糖水は台所に置いてあった小さな空き瓶に入れることにした。よし、これでここの虫は全部僕のものだ。まず最初のニュースです。本日広島の平和記念公園では第30回広島平和記念式典が行われました。おじちゃんたちは毎日朝早くから仕事してるんだ。どのくらい？今の時期は5時半くらいかな。毎朝掃除と根藁の取り替え、餌やり、乳搾りとなかなか大変なんだから。あと外で牧草を買ったりサイロで餌作りもしてあげなきゃいけないんだ。ボクくん、うちの牧場の牛さんたちの名前もっともっと教えてあげよっか。うん、教えて教えて。この子はホルス。うちの牧場一のハンサム牛なんだけど、こう見えてもレディーなんだ。そうなんだ。ちょっと強そうだね。でも怖くないよ。牛はみんな大きな音を嫌がったり臆病な性格なんだけど、ホルスは特にそうなんだ。ボク君、今日の晩ご飯は何でしょう？ヒント、コトコト煮込んで作ります。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど楽しみにして待っててね。ザリガニって内地とこっちじゃ違う種類なのかな。なんで？テレビで見たけど、あっちのザリガニって赤くね。それって当たり前じゃないの。この辺で赤いのなんか見たことないべさ。何か聞きたいことあっかい？じゃあまた何か聞きたくなったら僕に話しかけてね。おい、七夕のろうそく集め知ってっか？来んのかい？何のこと？みんなで集まってこの辺の家を一軒一軒回るんだ。それで？俺たちの分け前が出てくるまで玄関の前で粘んのさ。なあ、ボクちゃん、何か俺様に聞きたいことあるか？じゃ、また用があったら話しかけてくれよ。何かいるかな？やったね。何かいるかな。何もいないよ。
何かいるかな。何もいないよ。砂糖水を使おう。何かいるかな。何もいないよ。ちゃんはなんで泳げないの？沈むの。あと4日くらいここで川遊びをしてるんだ。水泳大会をやってるんだ。うん、わかってるよ。じゃあ早く泳ぐ方法は知ってる？何それ？あのね、バツボタンをずっと押したままにして押す力を強く弱く強く弱くって何度も繰り返すの。そうすると早くスイスイ泳げるんだわ。そうなんだ。私と水泳競争してみる？じゃあ川島の赤橋の下にある三本丸太のところまでどっちが速いか競争だからね。じゃあ二人とも頑張ってね。よーいドン。
勝手に俺らの秘密基地に入んなよ。何これ。見つかっちまったぜ。それが秘密基地の秘密さ。どうだ、すげえだろ。ここで虫を戦わせてんだ。虫がいそうな木からごっそりたくさん取ってきて、この土俵に置いて勝負するのさ。私もやるよ。じゃあ、生贄は？レイ君。まず、虫を虫かごから取り出して、右側の土俵に置いてみるべさ。真剣勝負だからな。まず俺が相手だぞ。そんじゃ僕くん、また虫相撲をやりたくなったら呼んでね。僕くん、今日の晩ご飯は何でしょう。ヒント、コトコト煮込んで作ります。じゃあ当たるか外れるか分かんないけど、楽しみにして待っててね。まず最初のニュースです。本日広島の平和記念公園では第30回広島平和記念式典が行われました。何かいるかな。やったね。何かいるかな。何もいないよ。砂糖水を使おう。
あ近所たち、ご飯できたよ。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ねえ、肝試しって本当に怖いところへ行くの？そうだよ。どこに行くの？お墓だよ。夜にお墓に行くの？そうだよ。あそこは知ってる家のお墓ばっかしなんだわ。だから知ってるお化けしか出ないよ。当然あんたも来るんだよね。じゃあこの後すぐに秘密基地へ行く途中の道が分かれてるとこまで来てね。なんだか大変なことが起きそうだ。どう計算しても赤字になっちゃうべさ。赤字って何？例えば6月はものすごく売り上げがあったけど、7月は暑さであんまし牛乳が出なかったの。そうやって損した時を赤字って言うんだわ。僕なんか暑いと牛乳をたくさん飲みたくなるのにね。そうだよね。おばちゃん、鶏の卵を取ってきてよ。どれどれ。じゃあこれは明日の朝ごはんに出してあげるからね。やった。今日の晩ごはんのテーマは我が家の定番、牛乳たっぷりのまろやかホワイトシチューにお父さんとパパが大好きな焼きナスを添えてみました。僕くん大正解でした。あれ、みどり、ずいぶん髪が短くなったな。おじいちゃん、酔ってる？うん。肝試しの肝って、肝臓のことですよね。だったら、我々は毎晩肝試しだな。お父さん、もうちょっとだけ肝試ししましょう。そう来なくちゃ。こんばんは。じゃあ今日は少し涼しいね。きっとお化けが近くまで来てんだわ。道はそういうこと分かっちゃう子よね。これって学校？そう、うちの小学校なんだわ。ここはどこ？僕の家がやってるお寺さ、雄安寺って言うんだわ。じゃあ誰から行くか決めよう。じゃんけんね。じゃあ行くべ。じゃんけんじゃらけつ犬のクソ。あ、僕くん以外はパーばっかしだ。僕くんの勝ち。というわけで最初は僕くんね。そんな。なんまら嫌がってるね。だって怖いもん。何事も経験っしょ。僕さっきのピアノの音だけでもすっごく怖かったのに。何それ。さっき学校からピアノの音がしてたんだ。え、中は明かりもついてなかったのに
音が聞こえたよ。休み中は誰もいないべさ。それって本物のお化けだ。帰り道がわからなくなっちゃった。どうしよう。お化けだぞ。あららららら、ら私夜中に一体何やってんだろう。あれ、何してたんだっけ。今日の特集です。先日本工事着工から4年経った青函トンネルの構内でエゾシカの親子が目撃されました。ピカピカする鉄砲を担いで白熊のような犬を2匹連れてだいぶ山奥の。ボクくん、絵日記書いておやすみなさいしよ。うん、おばちゃん、おやすみなさい。ここらの山は怪しからんね。鳥も獣も一匹も嫌がらん。何でも構わないから早くタンタンとやってみたいもんだな。鹿の黄色な横っ腹なんぞに 2,3 発お見舞い申したらずっ